明日待ちに待った東海戦ですけど、高見沢さん、もちろん来ていただけますよね。申し訳ありません。明日は埼玉におります。え、なんでなんですか？ちょっと墓参りがありました。あ、小林くんとこの。はい。小島も来る？僕はカメラマンなんで行かないです。そう、撮影頑張ってください。はい、はい、メンバーに向けて何かお願いします。まあ、ここまで大きな怪我人もなく来れてて、合宿は順調だというふうに見ております。現時点での最高レベルの試合をやってほしいです。わかりました、ありがとうございます。で、小島は何を頑張るの？いいプレー取り逃さないように。そんなんいらん。おい、ドラ焼きありがとうございました。高級なドラ焼きありがとうございましたって。高級なドラ焼きありがとうございました。あれが高級ってわかるやつ少ないんじゃない？うちの部員で。はい、僕だけです。はい、ありがとう。そう、そう。東海戦に向けての、はい、抱負。明日の東海戦は、まあ、高校の同期とかもいっぱいいるんで、しっかり、そこに同期には絶対負けられないんで、絶対勝ちに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。調子はどうですか？調子、すごいいい感じです。OK。頑張って。はい。明日の試合に向けての抱負。試合とか土井先生とかいるんで、B ですけど勝ちたいです。以上です。終わりです。凌介、今日はもう短い時間ですが、まあ、身になる練習にしたいと思います。お願いします。お願いします。バイン、スケートップ。明日の、おお楽しみ。セッ、セッ、セッ、セッ。北川さん、ありがとうございます。ほんま